プロターの一例、プロターはパウルルドルフにより発明されたカールツイスのレンズ名である。1900年代から1920年代の大型カメラ用レンズとして広く普及し、ドイツだけでなくアダムスやニューマンガーディアなどイギリスの高級カメラ用レンズとしても採用されていた。ウナーを経由してテッサーの原型となった。当初は単にツイスアナスチグマートであったが1900年に プロターに改名された。サイス・アナス・チグマートのうちシリーズ IA がプラナー、シリーズ IB がウナー、シリーズ IIB とシリーズ IC がテッサー、シリーズ8がアポクロマティックテッサーとされ、それ以外がプロターとなっている。ここではプロターシリーズという表記をしたが日本ではプロター大類という表記も多い。プロターを2本組み合わせたドッペルプロターは副プロター。 組み合わせプロターあるいはダブルプロターとも表記される。レンズ名板がプロターリンゼという表記のものもあるが、リンザはドイツ語でレンズのことであり、これもドッペルプロターである。カールザイス以外にアメリカのボシュロム、イギリスのロッス、フランスのエクラウスでもライセンス生産された。ありがとうございます。